こんにちは。レッドです。こちらの CL7 アコードなんですけど、構造変更が無事に終わり後輪が取れました。やったね。で、構造変更が終わってね、我が家に帰ってきたんですけど、このボディ表面を見てください。まあ黒いボディなだけあってね、汚れが目立つ。めっちゃ汚れてるんですよ。これ指で触るとほらこんな感じで汚れがピーって取れちゃいます。そして今回はケルヒャーの K3、 こちらの高圧洗浄機を使ってボディをきれいにしていくんですけど、フェイスブックでね、何やら怪しい CM をね、最近よく見かけます。こんな感じのやつですね。まあ昔ね、ケルヒャーが出しているこの似たような製品を使ったんですけど、かなり水っぽくて微妙でした。なのでね、私はこちらの製品はね、全然信じておりませんが、使ってもないのにね、否定をするのはおかしいということで、今回は購入しております。こちらフォームガン、そして専用のカーシャンプーも一緒に買いました。オープン。中身はこんな感じです。それではね、一度組み合わせていきます。アタッチメントを取り付ける。で、付属のホースを取り付ける。反対方向にはゴミを吸わないようなフィルターがね、ついています。で、あとはカーシャンプーを3倍から10倍に希釈をして、このボトルの中に入れて、こんな感じで蓋を閉めてあげれば CM のような泡が出るみたいです。で、キャップがついているので、使わなくなったらこんな感じで蓋をして保存することができます。そして上のこのダイヤルが泡の量の調整ができます。そしてこの白のダイヤルを回すと泡の飛ぶ距離が変わるみたいです。で、この青のダイヤルを回すと泡の噴射角度が変わります。まあ、これはその状況に合わせてね、青を回すような感じになります。で、あとはノズルをセットしていくだけ。 OK、 結構簡単にはまるね。アダプターを交換すれば、アイリスオーヤマ、リョービー、廃光機、ボッシュ、マキタなどにも使えるので、まあ結構ね、幅広く使えるみたいです。で、専用のカーシャンプーが2種類あったんですけど、私はサイダーの香りをね、選びました。めっちゃサイダー、まんまサイダーだね。そしてこのフォームガンのボトルが 1000ml で 100ml ずつ刻みが入っております。まあ、なのでカーシャンプーと水のね、希釈率がすごく分かりやすいです。よし、これで3倍です。そしてキャップを閉めて1回混ぜる。接続 OK。 まずはね、泡を完全に絞ってる状態。おー、すんごいね、シャバシャバな泡が出ます。そしたら次にマックスの泡の量でいきます。おー、ちょっと泡濃くなってきたけど、あ、すげえ、出ました出ました、 CM みたいな泡が出た。おお、そう、これこれこれ。てか 400ml が一瞬で溶けました。次はね、10倍で薄めてみます。10倍で薄めてこれぐらいの泡の量が出ればいいんですけど、多分そううまいこといかないですね。いきます。お、10倍でも全然いける。あ、すごいわ。あ、すごい、10倍でもね、そんな変わらないです。これだったら10倍に希釈して使った方が全然いいですね。ただ減りはめっちゃ早いです。高圧洗浄機の圧力がガーッと出だした時にこの濃密な泡が出る感じです。いや、めっちゃめっちゃいい、めっちゃいいです。いや、これはね、泡の密度がすごい、めっちゃすごいわ。一瞬で真っ白になりました。ブラックの車が真っ白になっちゃいました。すごい。
で、気になってることがあって、この泡まみれにした状態で高圧洗浄機で水をパーッとかけるのと、高圧洗浄機じゃなく普通に水をパーッてかけるのと、スポンジを使ってこすって洗い流すのだったら、まあ、どう違いがあるのか、それをね見ていきます。そしてあとは弱い水圧で全体を洗い流していきます。今からね、この水分を拭き取ってしまうと、こすった時と変わらない状況になってしまうので、こちらマキタのブロワーを使って自然乾燥をさせていきます。スポンジを使ったところはしっかりね、汚れが落ちてるのが確認できます。このラインが分かりますかね、汚れのラインが。で、水だけを使ってただ単純にこう泡を洗い流したところは結構ね、汚れが残ってます。そしてこの隣が高圧洗浄機を使って泡を洗い流したところなんですけど、あまり違いがないですね。あまり水で洗い流しただけの状態と、肉眼で見る限りでは違いがありません。がっつりね、がっつり汚れは残ってますね。そしてね、今専用のカーシャンプーを使ったんですけど、泡立ちに絶対の自信があるこちら、ウィルソンの泡仕立てシャンプー。こちらのカーシャンプーも3倍から10倍の希釈率でバーッとやった時にね、どんな泡が出るのかを見ていきます。10倍希釈でやってみます。来い。おー、すげえ。やばい、やばいぜ。いや、なんかウィルソンの方が濃密な気がする。お、すげえ。わあ、10倍希釈で全然ウィルソンの方が泡立ちいいな。わあ、濃密だ、濃密だ、すげえ。これはやばい。いや、泡の密度がやばい。これはすごい。トロットロだな、気持ちいいな。この泡はね、あのコンプレッサーを使うフォームガンとはまた違う感じの泡ですね。嫌いじゃない、いや、むしろ好きだ。いや、おお、いや、すごいわ、これすごいわ、マジで。わ、泡がね、濃密だからすっごい洗車しやすい。基本的に車の高いところから下に向かって洗っていくのがポイントです。よし、行くぜ。おお、そんな変わらない。いや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 、泡の厚みがね、若干増えた感じはあるんですけど、まあそこまで10倍と3倍で大きな変化はないかなっていう感じなので、10倍希釈で使っても全然いいと思います。で、ノズルを切り替えればこう、おお、泡がピンポイントで飛んでいく。うらーうらー、いや、すごいな。こんな感じですね。で、こんな感じでさっとパターンがいろいろ遊べる。
いや楽しい、めっちゃ楽しいわこれはね。洗車が楽しくなる、マジで楽しくなる、いい。そして最後にこちら 1.1 ミリのノズルです。先ほど使っていたノズルは 1.25 ミリのノズルなんですけど、高圧洗浄機の圧力が弱い時にこの 1.1 ミリのノズルを使うとより細かい泡が出るといったねノズルになるので、一応使ってみます。なんかこっちの方が、あ、こっちの方が泡が強い。あ、全然こっちの方がいい。泡の密度がね、かなり濃くなってます。あ、すげえ、すげえ厚みあるやん。ノズルを 1.1 ミリに交換して噴射が断続的になったり詰まるような感じになる場合は圧力性能が高いということなので 1.25 ミリのノズルに戻してくださいとのことなので、詰まるような感じがなかったので、まあ 1.1 ミリの方が相性が良かったんですね。多分これが一番今性能が出せてる状態。いきますよ。ほらこの泡密度すっごい、全然シャバシャバしてない。泡がすごいわ、この濃密な泡。いやこれは癖になってしまうな、この泡はいい。これはすごい。射程距離も自由自在。うわこれはいいわ、これはいい。やば。いやーすげえ、これは反則やな。もうほんとこれね、広告通りのね泡が出てます。これだけね泡立ちが良かったらシュワラッサーのカーシャンプー1000でも十分泡立つんじゃないのかなと思って、10倍希釈で使ってみます。あー濃密な泡は一応出るんですけど、ちょっとやっぱシャバいですね。まあ、ちょっとねシャバシャバしているので3倍にしてみます。いきます。さっきよりかはね、全然泡立ちがいいです。あ、いいね。あー3倍まで濃縮したらウィルソンの10倍ぐらいのなんか希釈率っぽい泡になってます。いやー濃密だわ。いいねいいね、意外といろいろなねカーシャンプーでね使えると思います。いやーでもこの商品はねめっちゃおもろいわ、この商品めっちゃ面白い。洗車はいいですね、めちゃくちゃピカピカになりました。気持ちいい、気持ちいいぜ、ツルッツル。正直ね、あの広告だから結構持ってるのかなって思ってたんですけど、ほんとねあの広告通りの泡が出ました。ただ泡がね出すぎてこの地面がすっごい真っ白の状態になっちゃうので、泡をね後で洗い流す作業は逆に大変でした。でも楽しかった。そしてメーカー指定のこのカーシャンプーが
600ml で2500円、そしてウィルソンの泡仕立てシャンプーが 800ml でアマゾンで728円、めっちゃお買い得です。もうメーカーさんには申し訳ないんですけどね、ウィルソンの方がすごかったです。まあ、ただし今回のはね、このサイダーの香りだったので、小さなお子さんとね洗車をするのがねめちゃくちゃ楽しくなるかもしれません。まあ、ただしもっとね金額が安くなってくれるとありがたいです。それではあなたのカーライフが楽しくなるようにレッツカーエンジョイ。今回ご紹介した商品は下記の概要欄に詳細を載せてますので、気になる人がいましたらぜひチェックをしてください。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信します。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログをやっていて、動画を配信する先に最新情報が載っていることがあるので、気になる人がいましたらチェックもよろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。